世話になっております、ぼっちです。今日は大工のニット安すぎる問題について怒りの投稿です。まず、分かりやすく大工さんがどのような雇用形態になっているか簡単に説明します。ハウスメーカー、大きいハウスメーカー、中くらい、小さいハウスメーカー、それぞれいろんな形がありますが、いずれにしても直接個人の大工さんが仕事を受け止めます。間に中間業者は入りません。ハウスメーカーから直に大工さんが請け負います。それでですね、請け負う時の金額なんですが、坪単価という表現します。坪単価3万円とか3万5000円とか、まあ1軒やると30坪の家だとすると、まあ100万前後になるんですが、それがだいたい1日に割ると1万8000円ぐらいになるように計算されています。なので大工の1日のニット1万8000円、地域差があるんで多少上下するんですが、まあだいたい1万8000円です。この1万8000円という数字を見て、結構高いじゃないかと思われるかもしれませんが、大工にはものすごい経費がかかります。それは作業専用車をまず所有しなければいけません。その車代で、ガソリン代、保険代、その他もろもろ、その車の維持費、そして道具代、その作業車1台分、1人当たり作業車1台分満タンぐらいの量の道具が必要になります。金額にしてはまあ100万から200万ぐらいの道具が必要になります。その維持費、そして消耗品、ノコギリの刃であったり、カッターの刃であったり、そういったその使い捨てにするような消耗品費、これら合計するとだいたい1日あたり8000円ぐらいになります。ということは、18000円、大工のニット18000円、マイナス経費が8000円、ということは実質大工のニット、手取りのニットは1万円ということになります。1万円、これを時給換算すると、1万円を8で割るとなんと1250円です。1250円、パチ屋のバイトの店員、パチ屋の店員のバイトよりも安いです。最低賃金よりちょっとプラスなぐらいです。たったこんだけです。それが、リフォームとか複雑な仕事になると、最低でも10年ぐらいの経験がないと、クオリティやスピードがとても実用レベルに達しません。もちろんお金のためだけに仕事やってるわけではないですが、パチ屋の店員よりも安い時給でプロフェッショナルな仕事はできません。正直
割に合いません。1日あたりいくらという計算をされるので、腕のいい職人ほど損します。遅い下手くそな大工さんほど得をするようになっています。矛盾してますね。大工の商屋みたいなスーパー大工さんはものすごく損してます。1万8000円手取りがあります。25日働きます。大工は基本土曜日も祝日も休みません。25日働きます。なので総手取り額は月45万ぐらいあります。これだけ見るとたくさんもらってると勘違いしてしまうんです。実際のところは手取りは1万円かける土曜日祝日休むサラリーマン換算して20日とします。そうすると手取りは20万しかないんですよ。月に一月たった20万手取りが。でも総支給額は45万円あるので、うっかり騙されてしまいます。しかし現実は手取り20万なんです。新卒のサラリーマンと同程度じゃないでしょうか。ありえませんね。10年ぐらいの修行と、それに加えてさらに10年ぐらいの経験、その経験から来る勘、それがないとこなせない仕事なのに、たった20万円許せない。大工同士であいつはいい大工だ、うまい大工だ、下手な大工だ、マウント取り合い、なんと無駄なことをやってるんでしょうか。全国の大工さんに言いたい、これは一致団結して戦いましょう。我々の技術はそんなに安くはない。なめんなよ、大工なめんなよ、ハウスメーカーをぶち壊す、ハウスメーカーをぶっ壊す。大工の時給はこんなに安いんです。なのに YouTube やってて、感じることは、大工の敵は大工であると。大工同士でマウント取り合って、大工同士で上げ足取り合って、足の引っ張り合いをして、大工同士で揉めています。何をやっとんだと。相手が違うだろう。戦うべきは、叩くべきは大工ではなく、こんな激安な賃金しか支払わないハウスメーカー、ここは大工同士が団結すべきではないでしょうか。もちろんお金のためだけにやっているわけではないので、お客さんもの喜ぶ顔を見たりやりがいを感じることはたくさんありますが、お客さんがお値段以上のものを求めるあまり、我々はお値段以下に損してるわけですよ。お値段以上で当たり前、お値段以下なんてありえない。そのお値段以上が行き過ぎてあまり、大工の賃金はもうお値段以下ですよ。そもそも労働とは物々交換ですね。対価交換ですよ。お互い納得したもの、納得した価値のあるもの同士をお互いに交換する。
それで成り立つんですね。今は明らかに付き合っていません。ハイクオリティで安いものを求めるお客さん、それに従わざるを得ない大工、この開きはひどいものです。お客さんがハイクオリティなのを求めるのであれば、我々もそれに応えるためにハイクオリティな仕事をしなければなりません。そのためには今の何倍も賃金を上げる必要があります。でないと釣り合いません。今こんなに開きがあります。お値段以上は当たり前ではないんです。対等な価値のあるものを物々交換、お客さんはお金を支払う、我々は技術を提供する、この対等な物々交換ができていません。高いところでの作業もあります。刃物を使って大変危険です。気力、体力ともに全力で使います。なのにパチ屋の店員のバイトよりも安い1250円。この30年で作業内容は劇的に簡単になりましたが、仕事量は格段に増えています。大工のニット18000円、30年前から変わっていません。実際僕が30年前、ちっちゃな工務店でサラリーマン大工として働いて た時は手取りで30万以上ありました。土曜日休みです。祝日休みです。正味20日しか仕事してません。それでも手取り30万ありました。おそらく詳しくは知らないんですが、ニット3万円はあったと思います。サラリーマンでもニット3万円でした。それが現在個人事業主で18000円、どんどん下がり続けてます。仕事内容はどんどん増えています。厳しくなっています。で、結局何が言いたいかというと、ハウスメーカーをぶっ壊す、ぶっ壊す。